自民党山口県連の友田幹事長と柳井県議会議長は先月に続き東京の自民党本部を訪れました。友田幹事長は森山選対委員長とのおよそ30分にわたる協議の中で、これまで県連が聞き取りを行った現職4人の意向を伝えたということです。本人たちの希望により友田幹事長は具体的な名前は明かしませんでしたが、関係者によりますと高村正裕さんは1区に、岸信千世さんは2区に、そして林芳正外務大臣と吉田真次さんの2人が3区からの出馬の意向を示しているということです。現職の意向を伝えるにとどまったことについて友田幹事長は、県連ができるだけのことはやったと話しました。森山選対委員長からは早急に調整させていただくと回答があったということです。今のところは森山選対委員長の方にお預けをしたということです。私たち4人の立派な代議士を抱えております。この4人の代議士の皆さんとお話をさせていただいた中で、やはり山口県に対する熱い思いも聞かせていただきましたし、国政に対する熱い思いも聞かせていただきました。それを立派な先生方にはですね、しっかり代議士として続けてほしいというふうに私どもは思っております。党関係者によりますと、3区については林芳正外務大臣が支部長に就任し、出馬することで調整が進められていて、早ければ来週にも党本部で支部長選任会議が開かれる見通しです。一方、吉田さんが所属する安倍派の塩谷龍会長代理が今日岸田総理の下を訪れ、吉田さんの支部長選任を求めたということです。とにかく3区を吉田真次さんにということで小選挙区でお願いしたいという基本的なことはお願いして、そこには林さんが当然いますから非常に難しい判断だということで。関係者によりますと、塩谷会長代理の行動に党の幹部は強い不快感を示したということです。吉田さんが新3区の支部長に就任できない場合、比例に回る見通しですが、現在中国ブロック以外も含めて検討されています。今月4日からフランスで開かれている BC2023 バータスグローバルゲームズ。周南市の日鉄ステンレスの高山雄大選手は日本時間の昨夜、陸上1万メートルに出場しました。およそ20人が出場したレースで高山選手は後半ロングスパートを仕掛け、32分11秒18のタイムで優勝。2位と3位にも日本人選手が入っています。金メダル取れると思ってなかったのですごく嬉しいです。最初は、なるべく力を使わずに、で後半勝負と思ったのでその通りにできて良かったです。高山選手は今大会5000メートルにも出場することになっています。また自転車競技には美祢市の大谷春樹選手が出場しました。日本時間の昨夜出場したのは60キロのロードレース。27人が臨んだレースで大谷選手は前半から好位置をキープし上位をうかがいます。そして終盤は熾烈な2位争いに。3位4位の選手をわずかに退け競り合いを制した大谷選手、見事銀メダル獲得です。ロードレースで2位でした。応援ありがとうございました。19歳の大谷選手、自転車競技では日本人として初めてとなる世界大会出場。今後のさらなる成長に期待が寄せられています。今日深夜には10キロタイムトライアルにも出場を予定しています。虹ヶ浜陸はだんだんと少なくなっていったのです。なんとかせんやいけん。立ち上がりました。虹ヶ浜菊の保護活動を行ったのは光市の浅井小学校の4年生です。子どもたちはまず紙芝居を通して虹ヶ浜菊が他の植物によって自生地が少なくなっていることなどを学びました。虹ヶ浜菊は自生する市内虹ヶ浜に由来し、1932年にその名が付けられました。11月には黄色や白の花を咲かせます。で根元をちゃんとギュッと押さえてあげて、でグッと押さえるよ、倒れないよ。よし。ふるさとに咲く虹ヶ浜菊を守ろうと、浅井小学校では18年前から地元の人たちの協力のもと保護活動を続けています。今日は15センチほどに切った虹ヶ浜菊の茎をポットに刺す刺し目作業が行われました。地域の人たちからいろんなことを教えてもらって楽しかったです。枯れないように頑張って育てたいです。鮮やかで、とても綺麗になってほしいです。笑顔の花で。刺し目を行った虹ヶ浜菊は10月頃、学校に隣接する山に植えられることになっています。訓練は大雨などの災害で信号機が停止したことを想定したものです。今日は周南警察署の若手警察官が富田地区の交差点で手信号による交通整理を行いました。手信号では誘導を行う警察官の正面と背中の向いている方が赤信号、体の左右が青信号となります。新型コロナの影響で周南警察署での手信号の訓練は2年ぶりとなり、若手警察官たちは指導を受けながら代わる代わる訓練に励みました。手信号をする機会があまりないので、実際やってみてとても緊張しましたが、実際に災害が起きた際に的確に対応できるように、今回のような訓練を積み重ねていきたいと感じました。訓練では発電機を信号機につなぎ復旧させる方法や、手動で信号を切り替える方法も学びました。周南市の中洲ゴルフクラブで開催された YMFG 保健広場カップ KRY レディースチャリティーゴルフ2023。大会には県の内外のアマチュア女性ゴルファーおよそ180人が参加。ゲストには岩国市出身のプロゴルファー藤井香澄プロが招かれ、大会を盛り上げました。おー、ナイス。あれ、今日は風も穏やかで絶好のゴルフ日和。参加者はチームでウェアを揃えたりと楽しみながらラウンドしていました。大会の収益金の一部はジュニアゴルファーの育成や福祉・災害復興などに役立てられています。この大会の模様は KRY テレビで来月9日に放送予定です。